吉川直樹、28歳、2割4分7厘、6本、21打点、OPS684、O2.5、UZR11.4、4年連続正規、過小評価されてないか？過小評価されてるよな、和製キムハソンやん。ゴールデングラブってほんまなんなんや。菊池の守備は全盛期とっくに過ぎてるんだよな。送球は今もすごいけど、捕球は動きが派手だからうまく見えるだけ。菊池すげーの母に衰えてきたと思ったら全然エラーしなくなったところよな。あれは印象ええわな。最近はホームラン量産してくれてるからいいけど、ちょっと前まではマジで全然打たなかったからな。そもそも WRC プラス100だから、打撃も二塁手としては悪くないよね。こいつ去年の防 4.7 でびっくりした。2割7分にはするから、後半戦は3割打つで。おそらく過小評価されてる人ナンバーワン。その人物は原さん。